はい、こんにちは。近森情報局です。山中廃墟シリーズです。今正面に見えている明らかに廃墟の場所、もちろんもうここはそうですね、20年ぐらい前から使われてないですね。あそこ見えるんですけども、完全に塞がれてしまってますね。もうフェンスで覆われてますけど、ここが正面入り口でしょうね。もうだいぶ痛みがひどいですね。元百方閣という、旅館でしたね。もともとはすごい古いんですよ。で、見えますかね、オレンジの部分、あそこが増設されたエリアですね。この橋がかかった当時の、写真にはあの部分はなかったので、今ちょっと資料を見せますね。この当時はここにそのあの部分がなかったのが分かると思います。あそこにある窓なんかがちょうど合ってますよね。だからその後に名鉄のバブルが来て、増設されたってことですね。だいぶ痛みが激しくて、風が吹くとガラス片だとかそんなものが落ちてきて下の民家に降り注ぐっていう苦情があるんですけど、であそこに民家なんですけど、あそこも廃墟ですね。あそこの緑色の屋根が山の中の宗家ですね。宗家っていうのはこの石川県のこの地域の特有の言い方で、要は銭湯です。あんまり言わないですね、他の北陸以外の地域では。九州でも言うところがあるのかな。から入ってきてベビーベッドだね。はい、まだ解説していきますね。入った場所も5階なんですけど、ちょっとあまりにも朽ち果てて、てしかも窓が全部目張りされてて、ちょっと明け方に入ったんですけど、ほぼ真っ暗ですね。何にも見えないです。もうこのエレベーターのところですけど、木造の旅館なんで床板が腐ってんですよね。今現在5階から入ったので、ロビーとフロントが6階ですね。明らかに旅館のものでない日用品が散乱してますよね。住民の廃墟にな
なる直前まではこの従業員寮として使われていたので、もう旅館としての面影はあまりないですね。ここは何だよ、配膳室ですね。上の階からの雨漏りがひどくて、その雨漏りの影響でだいぶ腐ってますね。そうですよ、骸骨みたいになってんですよね。ちょっとルートを変えましょう。まあ、上の階はもう痛みがひどいんで、ずっと下の方に降りていきます。外がだいぶ知らんできたんで、ひどいな、床がもうブヨブヨで、はい、ちょっとホールみたいになってますね。ここを渡るのは危険なんで、着物を着てるんで花魁ですね。だんだんしていきましょう。案内図で見かけたビリヤードコーナーがあるんで、ここが1階でしょうね。ということはここは1階みたいですね。これを見る限りだと自転車でお付きのお客様っていう看板があるんで、自転車もしくは徒歩で来た人はそのままエレベーターを使って後から行くんですけど、6階のフロアの方で6階で受付するみたいですね。非常出口が下がってる。大浴場か。地下にいる。ということは。ですね、高橋由美子が若い。では上に行きます。
ちは客室みたいですね。めちゃくちゃだ。これはどう見ても客室じゃないですよね。1993年か。時間です。脱出します。時間なんでそろそろおいとましますね。こっち側のエリアはもうカビと湿気で痛みがひどいですね。山中温泉の街並みが見えますね。もう夜が明けますわ。あそこに橋が見えますね。あの橋がかかった時はまだこの僕が立ってるこのエリアには何もなかったんですね。だからここが増設されたエリアになるわけです。ケージがある、うん、まあひどいですね。多分いきなり作ったんで相当手抜きだったと思います。木造ですからね。ここは何もないね。行きましょう。こんな黒カビの中にいたら
いくらマスク越しでも肺炎がやられてしまう。以上、山中の百方閣社員寮からでした。本当はここが百方閣だったんですけどね、最初は。ジュークボックス、はい、いかがだったでしょうか。住宅街の中に立つ廃旅館でした。もうやっぱり、廃墟っていうのはやっぱりそのなんていうんですかね、単に歴史的なものの、観点から見て保存したいっていう意見もあれば、やっぱりこうやって一つの公害みたいな形で街並みを邪魔してるっていう、そんな側面もあるんで、僕たちみたいにこういうふうにしてこういうのを見るのが好きだって人からすれば魅力的にあるんでしょうけど、まあ生活してる人にしてみればもう厄介者ですからね。ここはもともとは、百方閣という旅館であって、それが今この橋ですね、この橋ができた後に上の部分を増設して大型化して、さらにもう少し山の奥に行くと、新しい新旅館があるんですね。でその後しばらくここはその新旅館の社員寮として使われていましたね。だからほとんど住んでた人たちの、ゴミとかはそれが散乱してて、で全部の窓も目張りされてますんで真っ暗でした。でまた次の廃墟に行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画をお待ちください。